東京ミッドタウン日比谷。並んでんじゃないあれ。え？うん。はい、じゃあ行きましょうか。さあ、今回は緊張する？設置案が最初から。ああ、そうか。もう自分で切り開いたスペースなんだけど。祝日はずっと混んでるっていう。やっぱそうじゃない。ほらほらほら、並んでる並んでる。結構並ぶね。そうなんですよ。あ、どうもありがとうございます。いや、すごいね、 YouTube すごいですね。今日もね、この一発のためにめちゃめちゃ練習してたよ。500回やったんだよね。あ、1000回だっけ。どうもありがとうございます。声かけてくれてありがとうございます。2023年の3月21日火曜日、祝日ですが、この日に札幌のルーテルホールでコンサートを開催しようと思っています。開始時間は午後5時から、クラシックとポップスを半々ぐらいに弾こうかなと思っていますので、ぜひいらしていただけると嬉しいです。みんな来てね。浮かんでるねー。